はい、ということでね、今回はね、あっちにね、あのフリーマーケットがあるんですけど、お、訪れました。この中にね、視聴者さんがいるということで直撃したいと思います。はい、いきます。ドッキリだね。ドッチン。でも絶対向こうから飛び来たもんね。でマスクしてる。じゃあしーちゃんマスクしてる。ここからカップ。熱い。変装して変装。変装。タッチできない。メガネかけた。変装したい。意外と広い。意外と広いな。商品に目がいっちゃう。どうしよう。あれかわいい。普通に商品も見よった。おやすみ。僕は上手でしんちゃん。やばい、ずっとコードが絡んでた。こんにちは。あ、お姉ちゃん、どうしよう。いや、ちょっと後ろからドッキリしようと思ったんですけど。はい、あの熱は下がったんで。びっくりした。ご飯中でしたね。もういっぱいあるよ。あ、カービィあるよ。600円。ちょっと。あ、はい。ね、よかった。金曜日に下がって。あ、そうなんですね。おにぎり。あれ取れなかったんですけど、クレーンゲームで。あれも取ったんですよ。もう一個あっち。はい。めっちゃうまいですね。やっぱり上手だ。これリュックでしょ。これかわいいね。これかわいいね。そうと思った。普通にリュックやった。リュックでディズニーに持ってくっていう。あ、でもいっぱい持ってるので、どれ持っていっていいか分からないんですよ。これもディズニー。これ持ってくそうと思った。ネミ、これ持ってるよ。持ってない。持ってるよ、これ。これ持ってない。前取ったよ。持ってないよ。持ってないよ。じゃあ、はい。どれに？あ、家あるなくない？ない。カービィの扇風機。これとカービィの扇風機。これは。どれ？汗は女の武器になる。汗は女の武器。あんまり変わんないじゃん。UV。じゃあ、次回は早朝ドッキリから。いきなりいるみたいな。割引してくれたね。うん、別のお店だけど。別のお店だけど。はい、紹介します。じゃあ下着も。でかい。これ可愛くないですか？エイリアンのバッグ、カバン、リュックで。リュックなんです。しかもこれめっちゃ楽。ほら、見てください。じゃあ今日はこれを背負って出かけましょう。成田さんに。あっち。成田さんにこれ、あっち。次。次。プーさん。プーさん。僕よ、プーさん。映画版。あ、映画見に行ったよね、これ。パパがめっちゃあのリビの影になってた。本当にさ、足をこれディズニー行った時にさ、うん、これとさ、あと手下げ、うん、あるよね。いっぱいあるんです、シフ。そして大物何回クレーンゲームでやっても取れなかった。それが600円でやってたもん。安いね。達人ですね。ですね。ね、楽に生活かな、うん、ね。ね、うん、次、あ、そう、お友達、お隣のお友達がやってる。で、ミミが撮ったのが、ミミちゃんは、ミミが撮ったじゃない、撮ったのが、もう大好きな、また色鉛筆。撮ったのが言っちゃった、やばい。買いました、買いました。で、これが、そのマカロンコインケースのキット。ね、自分で作れるか不安だけど頑張る。かわいいよ、コインケースね。コインケース絶対かわいい。うん、はい、これです。
ね、大満足でした。大満足です。アプリミがちょっと別のとこでこのプーさんのさっき紹介したやつ。はい、はい、パクダン生活でした。グミペアサンディーラオヤー